現在ゴリマッチョダイエットに向けてゴリゴリに鍛えてるんですけども、でもただ鍛えてるだけじゃ筋肉は大きくなりません。食べることも筋トレなのです。筋肉の材料タンパク質となるとやはりお肉とかになるんですけど、なんと植物性のやつからも取れるんですね。はい、植物性のタンパク質といえばこちら、大豆からできた納豆とかですね、あと豆腐とかも該当します。私毎日2パックぐらい納豆食べるんですけども、今納豆というとね、ほんとね、なんかいっぱい種類あるみたいです。納豆によってはなかなか面白いものございますので、ちょっと本日は5種類の納豆を紹介させていただきます。まず最初はこちら、ひきわり納豆。中身はタレとからしが入っておりまして、こちらビニールを外していただきます。よいしょ。この袋がちょっとね邪魔くさい。はい、このようなものですね。こちらひきわりはなんかタレと混ざりやすいですし、なんか食べやすいんですよね。はい、次はこちらプルルンジュレ納豆。名前からしてね、多分プルルンななんかタレがついてるんだと思うんですけどね。タレはこちら1種類。さてね、どんなものか見てみましょう。こんな感じかな。プルルンな見えますか。かなりゼリーですね、これは。もうもはやなんか爽やかな柚子の匂いがするね。さて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 、わちゅう、柚子いいかもこれ。なんかね爽やか。おかめ納豆さんかなから出たやつがこちらです。ちょっとパッケージに工夫があります。どういうことかというと、この変な袋とこれが内側に入っていたんですけども、こちらの方はなんとじゃん、外側にあるんです。パッケージをへこませてるんですね。このパッケージをへこませることで、このようにタレ取れるわけなんですけども、そう、こんな感じで普通に開けれて、先ほどのように中に袋入れるとどうしてもこの納豆がついてしまったりとかがあるんですけど、考えましたね。ここにスペースを作るなんて素晴らしい。個人的にこれはあんま好きじゃないね。すっきりしない。そんな悩みを解決してくれるのがこちら、あら便利。これができた時は驚きましたよね。どうなっているのかというと、こういうことです。じゃん、なんと袋がついていません。無駄なね、こういったゴミとかもなくなります。ただね、ちょっと個人的に気になったのが、これ結構このタレがね、固めになってるので、これ混ぜる時はね、若干このソースと混ざりにくいんですよ。なんかね、まあね、美味しいです。これも最後に紹介するのはこちらです、とろ豆。こいつはやばいよ。先ほどのこちらの形式としてはちょっとタレが固くて混ざりにくかったっていう難点がございました。でもね、これはね、じゃん、こんなになってます。さてさて、開けてみましょう。オープン。あれ、タレがなんとね、こちらタレが丈夫についております。さて、ちょっと見逃さないでください。いきますよ。こちら右手に注目。おお、やべ、全部出ちゃった。このように割ってタレを中に入れるといったことですね。これにすると何がいいのかというと、これだとね、タレを液体状にできるんですよ。そうするとこのように納豆はね、とても混ざりやすい。ちゃんと取れるようになっておりますので、このような分別も簡単にできます。素晴らしいよ。いろんな種類揃えるために今日はこんだけ納豆を買ってきました。ちょっと買いすぎですね。おばちゃん曰く、やはり納豆は健康にいいということですし、あとね、これは分かりませんけど、性格も粘り強くなるみたいです。なのでダイエット中とかね、その粘り強さ大切ですから、ぜひ納豆も取り入れてみてください。以上、いろんな納豆紹介でした。あ、そういえばこの前朝のおはよう日本で私の動画流れましたね。またね、 NHK さんで私の動画が流れるみたいです。もしね、以前見たかったのに見れなかったっていう方いましたら、ご覧くださいませ。この動画をアップしてからすぐの話なんですけど、4月の8日 NHK 総合、
夜の22時50分から11時までのやつですね。番組名が、特ダネ投稿ドゥーガというやつみたいです。もしよかったらまた見てみてください。ではゴリマッチョダイエットの参加者、筋トレまず頑張ってみてください。